今日うちの夫が作るのは、はちみつをたっぷり使ったパウンドケーキ。基本のパウンドケーキのレシピだけど、はちみつの風味と香りが豊かで、ふわふわしっとり。まさに幸せの味で、ぜひ試してほしいレシピ。それではおやつラボのおうちカフェ、オープンです。
いただきます。うん、これ美味しい。今日も無糖。確かに珍しい。どうしたの？これに合うかなと思って。確かに。うん、コクがあってしっとり。蜂蜜だよね。うん、なんか蜂蜜の風味がすごいしてる、うん、すごいふわふわしてる、うん、ふわふわなのにしっとりしてて、うん、で後から蜂蜜の香りがふわっと、うん、蜂蜜入れると焦げやすいというか、焦げ目がつきやすくなるんだけど、それがなんかカステラっぽい感じも感じる。なんかすごいね、この蜂蜜の香りでディズニーランドのハニーハントを思い出すね。あれってそんな蜂蜜の香りしたっけ？え、しなかったっけ？何するんだっけあれ、うん、蜂蜜食べたいよって言ってるよね。いや全然詳しくないからな。すごい人気なさ、うん、乗り物とかってさ2時間待ちとかじゃん。あれがね、行ったら楽しいんだけどさ、暑い日とか辛いよね。無理だね。トイストーリーマニアだって、はいはい、なんかバン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 ってやるでしょ、もうあれがね、もう並んで並んで何時間並んだ？ 3、4時間じゃない？だよね。まあ今はね、行ってもね、ジェットコースター乗れないからさ、何歳以上とかあるでしょ。うん、It's a small world 乗ってるしかないよね。なんでそれ黒い川がないの？え、黒い川美味しかったんだよね。美味しいから先に食べちゃうってこと。うん、でも並ぶのがね、いつはスモールワールドとかですら多分並ぶでしょ。でも前さ、香港のさ、うん、ディズニーランドも行ったじゃん、うん、あれ良かったよね。そう？全然並ばないの。ああ、まあ確かに空いてたね。全然並ばなかったよ。香港だから暑いんだけど、うん、でも全然並んでなくって、うん、ランド内も全然人がいなくて、うんうん、東京の多分5分の1とか、うん、まあ、乗り放題だし。ただディズニーランドってさ、キャストの人の対応がすごいじゃん。東京って、うん、いらっしゃいみたいな感じでさ、うんうんうん、もうみんなニコニコして、掃除のお兄さんもさウキウキしながら掃除をしているみたいな感じなんだけど、うん、香港は暑い疲れたみたいな感じがすごい出てて、めっちゃそれが面白くって、今日のディズニーランドだと思って香港に行くと、あ、全然違うなみたいな。いやー、もう行かなくていいでしょ。なんで？空いてるからって、同じのに何回もぐるぐる乗るじゃん。ジェットコースターみたいなやつぐるぐる乗ったでしょ。わかんないけど、うん、日本のより激しいんじゃない、向こうのやつ。そんなことない。なシートからヒュッってなる感じ、こう離れそうになるのを、あったね、バーで抑えるみたいな。そうだ、うん、そしたら何回か乗ったせいで、うん、ポケットに入れてたスマホが耐えられず、スマホの画面が粉砕するっていう事件が発生したの。もう最悪じゃん。そっからもスマホ使えないんだ。確かに上半分しか使えない、ね、香港の悲劇。香港行ったらさ、うん、物が盗まれるとかそういうのをめちゃくちゃ気にしてさ、うん、行動してたのにさ、まさかのディズニーランドでスマホ粉砕っていう、うん、そうね、落としてないのに割れてるんだよ。ごちそうさまでした。今日の何点ですか？見てこの山、うん、確かに見た目も含めて100点。